こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画のテーマは銀行ぐるぐる解約、三井住友信託銀行から V ネオバンク、第一生命ネオバンク、JAL ネオバンク非振込ポイント対象外のお知らせとなります。撮影日は9月20日金曜日となります。まずは三井住友信託銀行からネオバンクへのポイントが付与対象外となりましたのでご紹介、そして今回の解約に伴いまして代替策についてもご紹介してまいります。ぜひ最後まで見ていってください。本日の動画でお伝えしたいことは3点となります。1点目です。9月19日住信 SBI ネット銀行より非振込ポイントについて解約のお知らせが届きました。2点目です。今回の変更後については三井住友信託銀行からの振込入金についてはポイント制度の対象外となっております。変更日は2024年10月1日からの取引分となります。3点目です。本日の動画では代替策もご紹介いたします。ただし手間が増えてしまいます。今回を機に振込先の銀行の選別も視野に入れた方が良いかもしれません。つまり本日の動画では銀行ぐるぐるポイ活、今後の対応方針を検討しようといった内容となります。目次1つ目は三井住友信託銀行からネオバンクへのポイント付与対象外のお知らせとなります。こちらは昨日9月19日メンバーシップ会員向けに速報でご紹介した内容となります。三井住友信託銀行からご覧の3つの銀行、 V ネオバンク、第一生命ネオバンク、 JAL ネオバンクへの振り込みでポイント付与対象外となるお知らせとなります。なお3つの銀行合計で月間当たり1000ポイントプラス150マイルに影響いたします。今回の解約のお知らせはメールアドレスに届いておりました。こちらは V ネオバンクから届いた文面となります。 V ネオバンクではこの度他行からの振り込みによる V ポイント付与の条件を一部変更いたします。なお今回の変更内容は三井住友信託銀行からの振り込みにつきましてご入金も対象外となっております。変更日は2024年10月1日からの取引分となっております。ご覧の表は当チャンネルがおすすめしております振り込みを受けることでポイントがいただける銀行の一覧、全部で9種類となっております。今回影響を受けますのは V ネオバンク、第一生命ネオバンク、 JAL ネオバンクの3行となっております。これらの3行につきましては月間あたり1000ポイントプラス150マイルということで影響範囲も非常に大きくなります。さらにこの3つの銀行で合計振り込み回数はなんと65回となってしまいます。従来ですと三井住友信託銀行からこれら3つの銀行に無料で65回を振り込みができておったんですが、今後は65回の振り込みをどうするか検討する必要が出てまいりました。ご覧のルート図については当チャンネルが以前からご紹介していた銀行ぐるぐる全体像となります。今回影響が受けますのは三井住友信託銀行から V ネオバンク、第一生命ネオバンク、 JAL ネオバンクへの合計65回の振り込みとなっております。なお三井住友信託銀行から住信 SBI ネット銀行へは回数無制限で振込手数料が無料であります。そして今回の解約内容では非振込ポイントは対象外となってしまいますが、振込手数料無料回数無制限は維持されるようであります。ネオバンク側の非振込ポイントのみが対象外となります。ですが事実上三井住友信託銀行を利用するメリットがなくなってしまいました。今回の解約の影響範囲は大きく、3つのネオバンク合計で月間あたり65回の振り込みが必要となります。この65回の振り込みをどうするのか、目次2つ目で代替策をご紹介いたします。目次2つ目は代替策のご紹介となります。こちらの表は以前からご紹介している無料振り込み回数をまとめた表となります。当チャンネルでは三井住友信託銀行をご紹介しておりました。三井住友信託銀行の無料振込回数は5回ですが、なんといっても住信 SBI ネット銀行へは回数無制限で振込手数料が無料でありました。他にも住信 SBI ネット銀行ランク3で10回無料、 SBI 新生銀行もダイヤモンドステージで10回無料、 au 自分銀行はプレミアムステージで15回無料でありました。そしてここからは若干難易度が上がってきます。楽天銀行は給与振込、またはハッピープログラムで3回無料獲得が可能であります。みんなの銀行はプレミアムサービス月額600円で10回無料、三井住友銀行オリーブアカウントの開設で3回無料でありました。そして送金アプリではエアーウォレットが無制限で送金が可能であります。た
ただしエアウォレットに対応している金融機関に限定されます。そして非振込ポイントは対象となりますが、極端な回数は利用停止のリスクがあります。最後にことら送金も無制限で送金が可能でありますが、対応している金融機関に限られます。ただし非振込ポイントは対象外となっております。そして今回ご紹介する無料振込回数の銀行をかなり集めてみました。ご覧の表の通りたくさんの銀行がありますが、一番右の列に手軽さを表しております。20丸につきましては獲得しやすい銀行であります。丸につきましてもある一定の条件をクリアすることで無料の振込回数をゲットができます。三角につきましてはかなりのお金が必要となりますので、あまり推奨していない銀行となっております。なお当チャンネルでご紹介する非振込ポイントを満額獲得するためには月間あたり91回の振込が必要となります。さらに資金回収にエアウォレットやことら送金未対応の銀行があるため、さらに5回程度の振込回数が必要となります。手軽に利用できる無料振込回数96回以上の銀行を並べますとご覧の通りとなっております。では満額プラン91回の振込についてルート図でご紹介していきたいと思います。ご覧の通りかなり複雑なルート図となってしまいます。まずは簡単化するために部分ごとにご紹介いたします。まずは V ネオバンク系列のルート図となります。利用する銀行は住信 SBI ネット銀行と au 自分銀行となります。この2つの銀行から V ネオバンクに月間あたり25回振り込みを行います。貯まりました25万元につきましては、さらに楽天銀行通常支店に5回振り込みを行います。貯まりました楽天銀行の資金につきましては、エアウォレットで回収をいたします。では次に、第一生命ネオバンク系列のルート図をご紹介いたします。利用する銀行は、駿河銀行、G ポイントクラブ、野村信託銀行、駿河銀行、スマ口座となります。駿河銀行 G ポイントでは10回、野村信託銀行でも10回、駿河銀行スマ口座でも10回、合計25回の振り込みを無料で行うことができます。第一生命ネオバンクに25万円が振り込まれますので、この金額をさらに楽天銀行第一生命支店に5回に分けて振り込みを行います。第一生命ネオバンクに貯まりました25万円はエアウォレットを経由して資金を回収いたします。次に3つ目は JAL ネオバンク系列のルート図のご紹介となります。利用する銀行は、駿河銀行スマ口座、SBI 新生銀行、三井住友信託、ネオバンクとなります。駿河銀行は、先ほどの残振込回数がまだありますので、5回振込が可能であります。SBI 新生銀行は10回、三井住友信託、ネオバンクも5回、合計で15回の振込が可能となります。なお、JAL ネオバンクにつきましては、15回 ×3 万円ということで、45万円の振込があります。貯まりました45万円についてはみんなの銀行に5回に分けて指導で振り込みを行います。みんなの銀行の45万円につきましてはことら送金で資金を回収いたします。では次に三井住友銀行と SBI 新生銀行のルート図をご紹介いたします。今回利用する銀行は大和ネクスト銀行となります。大和ネクスト銀行では3回まで振込手数料が無料で、さらに他行宛てでも本人名義の場合は回数無制限で無料となります。ただしポイ活で利用するような銀行は対象外となっております。唯一三井住友銀行につきましては回数無制限で振込手数料が無料となります。大和ネクスト銀行から1回を三井住友銀行へ振込し、残りの2回につきましては SBI 新生銀行へ振込を行います。そして三井住友銀行に貯まりました3万円につきましては3回に分けて SBI 新生銀行に振り込むことで、 SBI 新生銀行でも5回振り込みを受けることが可能となります。なお貯まりました新生銀行の資金につきましてはことら送金で回収を行います。最後に資金回収についてご紹介いたします。貯まりました楽天銀行とみんなの銀行 SBI 新生銀行の資金につきましてはエアウォレットやことら送金で回収をいたしますが、振込エリアの銀行がエアウォレットやことら送金に対応していない銀行も多数あります。そのため一旦山田ネオバンクへエアウォレットやことら送金で資金を移動させます。山田ネオバンクにつきましては条件なしで5回まで振込手数料が無料となっております。 au 自分銀行や駿河銀行、野村信託銀行、大和ネクスト銀行へ振り込みを行います。今回の解約に伴いまして、銀行ぐるぐるポイ活のルート図もかなり複雑化し、かつ相当な手間となってしまいます。そこで振込効率の悪い銀行を諦めるプランもご紹介いたします。
ご覧の表は満額プラン91回振込をまとめた表となっております。一番右側の列に振込効率を表しております。1回の振込で獲得できるポイント数を計算してみました。ご覧の通り赤色のセルにつきましては振込効率が悪い銀行となります。ジャルネオバンクにつきましては1回の振込あたり10マイル。みんなの銀行につきましても1回の振込につき10ポイントということで振込効率が悪くなってきております。そこで振込効率の悪い銀行を諦めた妥協プランについてもご紹介いたします。ご覧の通り振込回数は合計で67回となっております。なお、ジャルネオバンクにつきましては1回だけの振り込みを活用しております。この例ですと年間あたり 19,200 ポイントプラス120マイル獲得が見込めます。では、妥協プラン67回振り込みについてルート図でご紹介いたします。ご覧の通り、ルート図もかなりスッキリいたしました。まずは V ネオバンクについてご紹介いたします。利用する銀行は住信 SB やネット銀行と AU 自分銀行となっております。V ネオバンクから楽天銀行へ振り込みをし、エアウォレットを経営して JAL ネオバンクから元の銀行に戻すプランとなります。次に第一生命ネオバンクにつきましては若干ややこしくなります。SBI 新生銀行と野村信託銀行、駿河銀行スマ口座を利用して25回振り込みを受けます。貯まりました資金につきましては楽天銀行第一生命支店へ振り込みを行い、エアウォレットを経営して JAL ネオバンク経由で資金を移動させます。なお、野村信託銀行につきましては、直接振込入金はできず、野村証券を介しての入金となります。そして最後は、三井住友銀行と SBI 新生銀行ルートとなります。利用する銀行は、駿河銀行スマ口座であります。三井住友銀行に貯まりました資金につきましては、さらに SBI 新生銀行へ資金を移動させます。SBI 新生銀行では、コトラ送金を用いて資金を回収いたします。なお、エアウォレットとコトラ送金どちらにも対応しております JAL ネオバンクに資金を移動させまして、 JAL ネオバンクの合計5回振込無料を利用いたしまして、元の振込エリア銀行へ資金を回収いたします。